はい、はじめまして、ナナと申します。年齢は24歳で、仕事はインフルエンサーの仕事と、あと企画制作の仕事をしてます。あ、ジャズバイオリンもやってます。よろしくお願いします。失礼します。よろしくお願いします。はじめまして、ナナさん。はい、ナナです。はい、お若いですね、24歳。 ありがとうございます。はい、芸能関係のお仕事を。はい、現在進行形でやらせていただいてます。あ、進行形なんですね。はい、たまたまご縁があって、中国版の TikTok を始めて、でそれが2ヶ月で100万フォロワーを超えて。すごいですね。いや、私だけの力ではないので、全然周りの方に支えていただいた結果だったんですけど、はい、今そちらの方でお仕事させていただいてます。ジャズバイオリニストとして活動、はい、されてらっしゃる。はい、4歳からバイオリンをやってまして、でたまたま去年ふと、ジャズをやってみたいなと思ったことがきっかけで、指導していただいている先生の方とご縁があって、はい、で今 S メジャーセブンというグループでライブをさせていただいてます。ちょっと弾いていただくことも。あ、いいんですか。ね、おいや、素晴らしかったです。ありがとうございます。この応募用紙ですと、はい、月曜から金曜までフル出勤で、はい、そうなると、はい、昼間のこういった他の活動と両方ともできるかっていう心配があるんですが、昔からずっとマルチタスクというか、アイドルやってる時から常にバイトは2個以上掛け持ちをしている状態で、リハーサルだったりとか事務所の事務作業とかもお手伝いさせていただいて、うん、まして、あんまりそこに関してはそんな大変っていう風な感覚はもう仕事を始めてからはなくて、結構融通が効くというか、このご時世なので、自宅でやることの作業の方が正直多くて、で撮影は基本的に週に1回まとめてやるようにしていて、で基本的にずっと撮影という仕事をしているので、4本5本の撮影だと2時間もかからないで撮影が終わってしまうので、時間に関しては問題ないかなと。お疲れ様でした。ほっとした表情ですけど。いや、ほっとしますよ。いろんな方から愛されるようなホステスさんになりたいです。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お待ちしておりました。お願いします。皆さん、おはようございます。おはようございます。ナナエママの前でナナエママって言うのがちょっと今緊張しますよね。なんか言えるかな。実際に入店したら、あのでは多分つな、そうですよ ね、 すよね。ちょっとそこ緊張しますよね。お酒の濃さはいかがなさいますかっていうようなことを必ずお伺いしてください。はい、濃いめにしてとか薄めにしてとかおっしゃるので、その指示に従っていただくんですけど、ご紹介します。伊藤さんです。よろしくお願いします。隣失礼します。はい、よろしくお願いします。失礼いたします。はい、この飲み物いかがされますか。はい、こちらのボトルの水割りでお願いいたします。はい、普段お酒をお作りしたことございますか。もともとバーやってたの で、 なんで基本的にステアとかそういう基礎知識的なものは、はい、あると思います。はい、すみません、いただきます。はい、失礼します。ありがとうございます。いただきます。大丈夫ですか。OK です。はい、良かったです。ね、もしかしたらミスしちゃうかもしれないですけど、最初の方はなるべく言われた通りにというかできたらいいなとは思います。はい、いけそうですか。数こなすしかないかなって、ね、思うんですけど、まあでも今日は覚えたてなんで、なるべく、まあ、そうですね、1日目ってちょっと危険じゃないですけど、はい、確かに。まあなるべく頑張ります。お紹介します。ソーシャーニーの平井出さんです。平井出でございます。ね、よろしくお願いします。伊藤さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、YouTube に。いやいやいや、僕なんか全然全然。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、見てきます。ありがとうございます。動画出ていただいて。あ、全然全然。ありがとうございます。フリー素材で。初めて。そう、聞きました。はい。でも、結局時間経っちゃったんですけど、どうですか。
あ、なかなかできるんじゃない？え、本当ですか？嬉しいです。ちょっと明るくなってない。明るくなる。はい、努力いたします。おお。おめでとうございます。じゃあ、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。こんなすぐにピアノの前で弾けるとはって感じです。弾けたらいいかな。いや、いいかなぐらいの。いや、そうですよね。なんかこんなすぐになんか、えみたいな。しかもたまたま弾いてる曲が、過去に弾いたことある曲がたまたまあったので、弾いてよって言ってくださったのを、マジみたいな。え、嬉しいみたいな感じでしたね。いや、本当にありがたいです、ね。いや、めちゃくちゃ盛り上がってましたね。今日二席目ですね。いや、ありがたいです。すごい変な意味で顔が熱くなってますね。なんか酔ってるとかじゃないんですけど、こういう本当高揚してって感じです。いや、なんか他の方々となんか話すきっかけになればいいみたいな、バイオリンがあったことによってなんかすごいねとかめっちゃ綺麗だったよとかって言っていただけてて、なんかそこからなんかどんどん話すきっかけになってたらいいなとは思ってます。今日本当たまたまバイオリン持っててよかったなって本当に思ってます。守りとかね。いや、守りですね。本当守ってくれたし、なんかこの先に続くステップをこう背中を押してくれた感じがすごいあります、ね。さあ、また次回の密着をお楽しみにということで。ありがとうございます。行ってきます。